皆さんこんにちは、ビーリジェント管理用紙の布目です。今日は筋トレとリンについてのお話をしたいと思います。よろしくお願いします。今日はちょっとあまり馴染みのない栄養素リンについてお話ししたいと思います。リンはですね、ミネラルの一種になります。体内での主な役割というのは脂肪と結合してリン脂質という形になって、細胞膜ですねの材料になったりですとか、そのリン脂質が分解されて神経伝達に使われる材料になったりですとかしています。その他にはですね、私たちが動く時に使われるエネルギー源ですね、このエネルギーを蓄えている ATP というアデノシン三リン酸というものの材料にも使われております。その他に骨ですとか歯ですね、こちらの材料にもリンは使われています。体内にあるミネラルの中で一番多く存在しているのがカルシウムなんですけれども、実はこのリンはカルシウムの次2番目に体内に多く存在しているミネラルになります。筋トレとの関わりでいきますと、スムーズな神経伝達であったり骨の強化ですね、丈夫な骨がしっかりと作る材料というところで関わってくるかと思います。リンの栄養素と表示基準値は 900mg になっています。それに対して国民健康栄養調査の平均摂取量は20歳以上ですね、こちらの摂取量が 1012mg となっています。ですので、リンは普段の食事で十分に摂取できている栄養素となります。リンは私たち人間も体を構成している成分であることからも分かるように、いろんな食材に幅広く含まれている栄養素になりますので、肉、魚、卵、乳製品、穀物ですね、こういったものにも入っていますので、普段の食事で不足するということは考えづらい栄養素になります。実はこちらは摂りすぎてしまうことを気をつけないといけない栄養素になります。特に多く含まれている食品としてはソーセージですとかハムですとか加工食品に多く含まれていて、原材料のところを見ていただくとリン酸塩という名前で入っていたり、その他にもピロリン酸、ポリリン酸、メタリン酸などというふうに表記されている場合もありますので、加工食品買う際にはちょっと裏面を見ていただければと思います。この加工食品に使われている理由としては、風味ですとか食感、保存性を高めるために使われていることが多いです。過剰摂取するとどういったことが起こってくるかと言いますと、このリンの摂取量なんですけれども、カルシウム摂取量とのバランスが大事だと言われています。カルシウム1に対してリンは同じく1、もしくは1から2の間ぐらいですね、1対1か1対2ぐらいの間で取っておけばいいんですけれども、それ以上になってしまいますと、本来であれば骨の形成に使われる栄養素なんですけれども、逆に骨の形成を阻害してしまう働きをしてしまいます。ですのでカルシウム吸収率が下がってで骨軟化症という、骨が柔らかくなってしまう疾病ですね、そういったものにかかったりですとか、リンはですね、過剰摂取すると腎臓でろ過されて尿として排出されるんですけれども、過剰摂取すると腎臓が酷使されて腎臓に負担がかかってしまうということも報告されています。その他には副甲状腺機能の亢進ということも取りすぎると起こってきます。逆に不足すると、起こってくることなんですけれども、不足しづらい栄養素なので、通常の方ですと不足することはないんですけれども、例えば何かそのリンが体内から少なくなってしまうような疾病をお持ちですとか、あとは薬を飲んでそういった状況になりやすい場合ですね、慢性的にリンが不足するときには骨の形成に使われる材料なので、足りなくても骨が弱くなってしまったりですとか、あとは神経症などが報告されています。こちらの対応上限量なんですけれども、18歳以上の男女ともに1日 3000mg となっています。多く含まれている食品なんですけれども、玄米ご飯1膳 150g ですね、お茶碗1杯、こちらに 195mg、 鶏レバー1本 30g、 こちらの中には 90mg のリン、ハムですね3枚、約 50g、 こちらの中にはリンが 170mg、 ソーセージ3本、約 60g の中にリンが 120mg 入っています。リン
ンの食べ方のポイントなんですけれども、過剰摂取を気をつけるというところで、加工食品よりかは生鮮食品ですね、加工されていないものを召し上がっていただくと良いのではないかなと思います。そしてカルシウムとの摂取バランスというのも重要になってきますので、リンは過剰摂取しやすい栄養素、そしてカルシウムっていうのは不足しやすい栄養素になっていますので、意識してカルシウムも摂るようにしていただければと思います。それでは今日は筋トレとリンについてのお話をさせていただきました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。